クルト・シュティーラーはドイツのバイオリニスト。ケムニッツに生まれ5歳から10歳まで父の下で、その後の5年間はパウル・フンガーの下で学んだ。1927年から1931年、ライプツィヒ音楽院でバルター・ダビソン教授に指示。1932年にはベルリンのカール・フレッシュ教授の下で研鑽を積む。1932年12月7日、 ゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターであった、シャルル・ミュンシュの公認を専攻するオーディションを受験。ブルーノ・ワルターのピアノ伴奏で、フェリックス・メンデルス・ゾーンのバイオリン競奏曲を弾いて合格。翌1933年に正式採用された。1934年11月29日、ヘルマン・アーベント・ロートの指揮で同曲を演奏。これが、 第二次世界大戦前最後のゲバントハウスにおけるメンデルスゾーン演奏となった。1936年から母校でもあるライプツィヒ音楽院で教弁を取るようになる。1945年からはソリストや教育者としての活動を優先するようになり、コンマスとしての活動の機会は減少したが、1941年から1945年、 および1952年から1955年のアイダ・ゲバントハウス市住相談で第1バイオリンを担当していた。1952年から1ヶ月に10日ほどシュトットガルト音楽大学で教え始める。1956年2月に一家でシュトットガルトへ移住したものの同年3月からミュンヘン音楽大学で教職につき1975年まで勤めた。 ミュンヘンにて没。息子ウルスは父と同じクバイオリニスト、ヘルマーはチェリストとしてミュンヘンで活動した。ありがとうございます。